わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれており、今回はガンの目を探し出し、本物のガン細胞になる前に消滅させてしまう研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。東上大学生物生命学部生物生命学科小水雄二先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。再生医療の分野では、目的とする臓器に細胞を増殖させる過程でがんの目となる細胞が出現する懸念があります。そこで私たちは事前にこのがんの目となる細胞を見つけ出して消滅させる方法を研究しています。普通の自然でも起こりうる細胞ですので、この私たちの研究は再生医療だけでなくてがんの研究にも応用可能となります。もともとコンセプトとしてはナノ粒子でがんをやっつけるって話はあったんですけど、そこから再生医療の方に応用可能かどうかっていうのを検討し始めたのが私たちの研究になります。ナノ粒子を用いて、正常細胞もがん細胞も見極めてがん細胞だけに集積するっていう能力をもともとナノ粒子持ってたんですけども、それをさらに再生医療の中で安全な再生医療をするために、がんになりそうな細胞を事前に察知して除去して最終的に患者さんに提供できるような、まずは基礎的な研究をやっているという。ふむふむ、具体的にはどんなことに取り組んでおるんじゃ。現在の研究では、目的とする臓器に細胞を増殖させる過程で出現するがんと目となる細胞を臨死室からなるナノ粒子を用いて選択的に除去し死滅させる研究をしています。がんの定義は、異常に増殖したり転移浸潤したりする細胞のことですので、細胞膜の異常をナノ粒子で見極めて選択的に除去することが可能となります。がんの目となる細胞もがん細胞も同じような異常な細胞膜になっていますので、このナノ粒子が異常な細胞と細胞膜を見つけ出して、選択的に集まってきて死滅させることが可能となっています。再生医療の研究では、患者様に、目的とする臓器に外で細胞を培養して最終的に患者さんに届けるんですけども、届ける前にがんと目となる細胞を除去できれば安全な再生医療を提供することが可能となります。ナノ粒子自体が非常に特殊なもので、どれでもいいわけではなくて、安全性の高い臨死室と石鹸のような分子からなる、ハイブリッド化させた非常に特殊なナノ粒子になっています。ナノ粒子が悪さをするような細胞膜を見つけ出して、選択的に集まることでその細胞だけを死滅させるということが可能になっています。どのような仕組みでその選択的に集まってやっつけているのかをしっかりメカニズムというか仕組みを明らかにすることで、より安全な治療が可能になってくると考えています。共通点が実はあるんですよね。がんに将来なるってことはもうそのスイッチは押されていて、細胞の形ではだいぶ変わってたり、細胞の性質も結構変わってるので、目だろうががんになるだろうが、一応そのナノ粒子っていうのはその細胞膜のそのもっと専門的には乱れみたいな、動きっていうのを察知して融合していくっていうところ、専門的に言えばそういうことになりますので、それを再生医療に応用できるかっていうのを基礎的な検討をしているっていうところですね。小水先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。今はあくまでも研究の基礎的な研究段階なので、本当にがんと目となる細胞を除去できて本当に患者さんに安全な再生医療を届けることができるのかを、基礎的な研究を続けていきたいと思っています。将来的には応用を目指していきたいと思います。東上大学生物生命学部生物生命学科の活躍がますます楽しみじゃ。